私は唯一のドラゴノイドにして魔王ミリム・ナーバなのだ。このそば。我が名はメグミン。高魔族随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操りし者。我が名はミリム。ただ一人のドラゴノイドにしてデストロイの二つ名を持つ最古の魔王の一人。我らクリムソンデストロイヤー。くー、決まりましたねミリム。わはははは、一緒に名乗りをするのは楽しいなメグミン。もう一回、もう一回やりましょう。我が名はメグミン。今日こそ決着をつけるわよ。どうしたのその格好。ユンユン、また証拠りもなく勝負を挑みに来たのですか。まったく相変わらずタイミングが悪い子ですね。ですが目の付けどころは悪くありません。これは魔王ミリムの友達にしか着ることを許されない偉大な装束なのです。ま、魔王、魔王と友達。お前はメグミンの友達か。この子はユンユン、我ら高魔族の族長の娘で、私のライバルを自称し戦いを吹っかけてくる変な子です。ちょっとそんな風に言わなくていいじゃない。おお、メグミンと同じ高魔族なのか。ということはユンユンもかっこいい名乗りができるのか。私はあ、どうしたのだ。ユンユンは変わり者で、誇り高き高魔族としての名乗りを恥ずかしがるのです。そうです、ミリム、町を探検したいと言っていましたよね。友として案内します。友？ちょっと待って、名乗れたらお友達になってくれる。それなら我が名はユン。名乗りができないと友達になっちゃダメなのか。え、恥ずかしいなら無理することはないのだ。私は寛大な魔王だからな、気にすることないのだ。それに友達は多い方が嬉しいしな。友達になるのだユンユン。ミリムさん。は、まったく仕方のない子ですね。ミリムがこう言ってくれていますし、一緒に行きますか。うん、もちろん行くわ。それじゃあ探検に出発なのだ。このそば。わあ、捕まえてみろなのだ。おい待て、飛んで逃げるなんて卑怯だぞ。草原を荒れ地にしちゃって、他の場所も崩壊してるって言うし、ギルドは大騒ぎよ。だって見たことない魔物と戦うのは楽しいのだ。許してほしいのだ。許すってなると思ったか。とにかくダメなもんはダメだ。ブー、私は魔王だぞ。近隣の自然が破壊されてる原因を突き止めたら報酬をくれるっていうの。だから私たちと一緒にギルドに行きましょう。断る。言ったら怒られるのだろう。大丈夫よ、私も一緒に謝ってあげるから。ほら、ごめんなさいしに行きましょう。嫌なのだ、謝るようなことしてないのだ。アクア、追っかけっこは分が悪い。ここは俺に任せろ。おいミリム、これを見ろ。なんなのだ、そのうまそうなお菓子は。
この甘い匂い、もしかしてリムルから聞いたんだ。好きなんだろう。はちみつ。しかもただの蜂蜜じゃないぞ。これは千年に一度しか取れないミレニアムハニーを使った特製ハニークッキーだ。ミレニアムハニー食べたいのだ。いいぞ。でもここにはこの一枚しかないからな。ギルドに行けばもっとたくさんあるんだが。ギルドに行くのだ。だから食べさせてくれなのだ。ちょろいわね。このスバ。ふんふんふん。最高のクッキーなのだ。ってことで、あそこでクッキー食ってるのが環境破壊の原因だ。さあさあ、捕まえてきたんだから報酬をよくしなさいな。はい、こちらが今回達成されたクエストの報酬です。何よこの紙。え？こちら請求書になります。環境の修復のためにはこれくらいかかるかと。はあ！今回の被害の原因となられたミリムさんはあなた方のお友達ですよね。責任を取っていただかないと。カズマ、アクア、もっとクッキー食べたいのだ。うるさい。お前に食わせるクッキーはもうない。てかお前が払え。何なのだ、鬼ごっこか。なんで私たちが弁償しなきゃならないのよ。ミリム、待ちなさい。わっ、捕まえてみるのだ。こんなスバ楽しくなりそうだ。ですね。コク、最高レアリティへの昇格に挑戦成功しました。このそば、私は唯一のドラゴノイドにして魔王ミリムナー。